ビッグマウスラウド徳島での大切な第1試合です。おなじみのゴッドファーザー愛のテーマに乗って、前座の力道山と呼ばれた男が先頭でビッグマウスラウド2度目の登場となります。ドン荒川、そしてその後ろ神妙な面持ち、アマレスベースの B クラブジム出身、そして UWF スネークピットジャパンで戦いを磨いた澤宗則。さあリング上にはすでに澤荒川、ウォーミングアップをしている中、木戸治、原学、原を先頭にしての登場になります。こちらも澤と同じバトラーズジム B クラブからビープ、ユースタイル、大日本、ゼロワン、一ノ区プロレスなどで経験を積んできた原学ぶ。後方に控えし、いぶし銀は死なず、木戸治の入場です。第1試合オープニングスペシャルタッグマッチ15分一本勝負を行います。この舞台で何を見せるか。170cm 93kg 日本ビッグマウスラウド SWS ドン荒川。 SWS とコールされましたドン荒川。人気の高い木戸治、ビッグマウスラウド旗揚げ戦でのファイトがありました。さあタッグマッチです。木戸治、原学組対ドン荒川、澤宗則。柴田さん、はい、大ベテランとですねバトラーズの新鋭によるタッグ同士の対戦ということになりましたね。あの両チームともね親子コンビと言ってもいいようなチームですよね。年齢的にそうなるんですね、はい、木戸治の方は2月の2日56歳になりました。おそして握手を求めるドン荒川、なんとこの大会の8日後3月6日61歳です、はい、澤と原選手にとってはですね、はい、非常に勉強になると思いますね。そうでしょうね、はい、動きの一つ一つ、はい、技の一つどれをとっても経験学習の時間になることは間違いありません。先発はその若い2人、後方に回っていったのが赤いスパッツ原学部です。さあ整体しました。下になっているのが澤宗則、ともに格闘探偵団バトラーズの選手。さあバトラーズも随分このビッグマウスラウドとは縁の深い、はい、集合体になりましたね。そうですね、もう今やビッグマウスラウドの一つのね、はい、勢力というか、はい、構成要素というかね、バトラーズスタイルというのも ビッグマウスラウドで実験してますよね。そうですね、はい、しかし言ってみればですねやっぱりその UWF のスタイルといいますか、はい、そこに一つリンクするものは多いわけですね、はい、旧 UWF、まあ、新 UWF ね、はい、こういうスタイルの試合多かったですよね。はい、そうですね、はい、今もこうしてショーだからホールドしていこうとする首回りに攻撃を仕掛けていくのが原学部です。昨年12月29日ビッグマウスイリジョン2、澤と対戦しているこの原、この2人の試合は村上の推薦試合ということでしたね。はい、あの2人ともねロープは目に入ってないという感じですよ ね。 そうですね、ロープを使ってやろうというあれはないですよね、はい、やっぱりこの戦いそこにアイデンティティがあると言っても過言ではないですね、
原は2月の28日にはキングスロードのリングへ、そして沢、こちら2002年キングダムエルガイツでデビューを果たしています。彼らにとってはね、いろんなリングどんどん上がっていった方がいいですよね。そうですね、そのうちの一つ、しかも徳島でこうした経験を積んでいるわけです。今タッチワークがなされました。ようさこい、もうようさこいと大声を上げた、気合を入れました、ドン荒川。いやもう新日本プロレスのね、黄金時代の本当にまたこれまた前座の黄金カードだったですよね。そうですね、はい、今そしてリング上に上がって、この言葉一つとってもドン荒川らしさ、はい、全開という感じなんですよね。今あの力道山という映画もね公開されましたしね、非常にまた、はい、プロレス界、日本プロレスの父がね、はい、スポットライト浴びてますんで、荒川さんもね出番じゃないですかね。この黒のロングタイツ、はい、エルボーを下から勝ち上げていく木戸治、顔面踏みつけていきます。この2人もビッグマウスラウド、9月の旗揚げ戦ですね、はい、まず木戸が、出場して藤原と対戦、藤原義明とドローでした、はい、第2戦ではこの2人のシングルマッチでした、はい、その時には木戸クラッチが冴えを見せました、はい、そしてですね、指のロックの仕方もね、非常にこう技を感じますよね。そうですね、はい、あれさりげなくね1本ずつやったりするんですよね今。そうですね、はい、厳密に言ったら1本ずつはね反則のはずですよね、はい、お株を奪うかのようなあの指と指の間谷の部分ですね、はい、レフェリーも柴田選手のお父さんですよね。そうなんですね、はい、元気な姿を見せてくれています。これも完璧な新日本プロレスの風景ですよね。いやこれを見てやっぱり柴田さんも相当思うところがあるんじゃないでしょうか、はい、いやもうあのまだペーペーの記者の頃ですね、はい、あのドキドキしながら見てましたね、はい、そうですか、はい、今のこうした攻防なども、はい、こちらはもうもちろんロープを使っての2人のやり合い、はい、もう変わってないですよね。そうですね、リング上に上がってきた荒川、これに対するのは原学ぶということになります。おお、しかしタッチを要求しましたよこれは、はい、おお、あ、サワにタッチ、この辺のいなし方も変わらないですよね、なんともこう人を食ったと言いますか、はい、うん、言葉でもプロレスをしているかのような、はい、ファイターですよね、はい、まあ、ともかく全てがね、はい、全ての要素を含んだものがプロレスというね、荒川さんのスタイルですよね、はい、いやそんな中この2人はこうしたバチバチの戦いで見せていかなければいけません。右のミドルキック連発で場外へ、まあ、ここに助け舟のような形になりますか、ドン荒川、まあ、こっちへ来いなんて声をかけていますね、はい、おしげおしげという声、これには連発場内からも声援が上がりますが、右のロー、ショーダを返していくのはサワです。バトラーズイズム、その戦い感情を狙ってますね、荒川さん。あ、そのようですね今はちょっと届きませんでした、グラウンドの相手に対してしつこく執拗にサワが蹴りを見舞っていきました。場外カウントが重ねられる中、今リングイン、さあ原です。175センチ82キロ、ローキックはサワー、こちらは173センチの80キログラムの選手です。バチンバチンという音、場内に響く張り手、かまし合いになっています。いやこれはやっぱりファンも驚きの声を上げますね。はいはい、いやこれね、 UWF のファンの方はね涙出るんじゃないですかね。そうかもしれません、はい、いやしかしこれは全く違う戦い方、干潮攻撃になりますか、はいはいはい、いや騒然となってまいります場内。ただね、荒川さんこれだけじゃないんですよね、あの非常にベースのテクニックは もちろん持ってますからね。そうなんですね、はい、以前はあの新日本プロレスの若手選手からも恐れられた時期があったんですね、はいはいはい、おっと独特の動き、尻のあたりに蹴りを見舞う原、ちょっと待て、いやちょっと待てと、いやいやそう言われてもという気もするんですがね、はい、でもまず待ってしまいますよね。待ってます、はい、待ってしまっているというところでしょうか。ほらヘッドバット、
この頭の硬さというのは一級品なんですね、荒川、はい、もう一度尻への攻撃、いやどうすればいいんでしょう、花学防ぎようがないですよね、これは鍛えようがないですからね、はい、はい、あ、そして顔面目をついていきましたか、いやもう悪いやっちゃうというところは変わりませんね、本当にファイブ関係内の反則はね、OK ですからね、そこもプロレスの醍醐味という部分ですね、はい、あ、今膝上位の体勢、こちらは水中のファイトでいきます、さあ宗則腹の左足を攻め上げていきます、ギリッギリッと骨のきしむ音が聞こえてくるかのようです、ボディへのパンチ、そして顔面への蹴り、腹が見舞っていきます、あ、この最中にも木戸と荒川のやり合い続いていますね、はいはい、お客さんは手伝いですよね、そうですね、逆肩エビ固め、ハーフのボストンクラブの体勢になっていきます、あの2人が履いているシューティングシューズもね、はい、UWF が出てきた時に始まったんですけれどもね、懐かしいですね、あれも衝撃だったですよね、あ、タッチをしましたが柴田レフェリー、これはもちろん認めません、認めてはいけません、この部分、さあどうだ、ロープに、なんとか手が届いた、届いています、さあ必死にロープブレイク、あの UWS は一時ロープブレイク3回でダウン1回とかね、ポイント制でやってましたよね、懐かしのルールになりますね、はい、膝蹴り突き上げて低空のブレインバスターから腕ひしぎ逆十字固め、流れるように攻撃を加えています、関節技は原学、体を1回転して澤がロープブレイク、いやその過去のルールで言いますとロープブレイク今で2回ということになりますか、はいはい、そんな風にカウントしているファンも中にはいるかもしれませんね、で3回でダウン1回ですよね、でダウン5回するともうそこでおしまいというね、はい、この若い2人のバチバチ音の出るような戦い、そんな思いを馳せて見ているファンも多いことでしょう、後方に回っている澤が何を仕掛ける、投げ技だが佐世治と原ジャーマンスープレックスホールド、こう描いたらカウントワン、お逆に腕ですね、はい、あっという間に切り返しましたね、はい、アームロックの体勢になっています、さあどうだ、後方に腕を回してチキンウィングまで行くでしょうか、どうだどうだ、ちょっとフックできてませんよね、そのようですね、ロープブレイクしましたが荒川ちょっかいを出しています、真ん中で踊れ、真ん中で、真ん中で戦ってくれと言っているんですが、どうだろうこの辺り、何を思うか、さあ荒川選手には言われたくないかもしれません、そうかもしれませんね、後方へバックドロップ低い軌道を描いて、さあ立ってこいと声をかけて、あ、やっぱり腕に攻撃を集中していますね、はい、掴んで逆襲に転じるハイキック、タッチしています、10分経過のアナウンサーのアナウンス、さあここからストンピング、ドシーンドシーンと蹴りを見舞っていきます、木戸治、荒川に、おお今柴田さん、はい、目つきいきましたね、はい、いきましたね、お客さんに対してアピールしている荒川、さすがの軌道もね、ちょっと堪忍袋は切れた感じですね、目には目をと、はい、まさにその言葉通りの攻撃、ロープワークも使いましたね、軌道が、そうですね、ネックブリカドロップ懐かしいですね、はい、カバーに入っていますがカウント2です、だいぶ呼吸が荒くなってきた、さあこれに対して蹴り、足を掴んでドラゴンスクリュー、回転していきました、コーナーから飛び込んでいく、おお、これはシャイニングウィザードが出ました、おお、カウントはどうだ、カウント2、おお、飛び込んでの膝、いや自らのスタイルにこれ符合するものがあるんですね、ここから脇固め、殿下の宝刀に持ち込んだ、あっという間に決めました、木戸治、しかしその直後に出てきたのがこれはドン荒川、フォローに入ってきたのは原学、
勝利を収めています木戸原組です。さあ柴田さん、はい、振り返っていただけますか。木戸さんの最後のね脇固め、あれが見られただけでもですね、はい、この試合の意味があったような気がしますね。そうですね、はい、旗揚げから第2戦には木戸クラッチを見せました、はい、そして今回は関節技、はい、まさに鬼というところですね、はい、ただ荒川さんはちょっとね、もう少し暴れ足りなかったかもしれませんね。そうかもしれません、はい、今こうしてリングに立ち尽くしている姿なども、はい、サワーを気遣っていますね、こんな風に荒川さんのもうちょっと正統派テクニックもね、はい、ちょっと見せてもらいたかったなって気がしますね。そうですね、市役所固めですとかサラキング固めですとか、さまざまな技を持っている選手ですが、ネーミングはそうですけどね、はい、ジャンプした技ですから。そうなんですね、はい、さあその光を消す形、しっかり勝利を収めています木戸修、原学組です。こちらは退場していく澤と荒川。いや澤という選手も、はい、まあ、もちろん見どころあると思いますが、いかがですか。いやね、これからどんどん経験を踏んでね、はい、こう荒川さんと組んだりとか木戸さんと戦ったりとかということで、はいはい、いろんなこう、ね、ステップアップしていくと思いますの で、 そうです、ね、いろんなリングにどんどん上がっていってほしい、はい、逸材ですね。あ、今こうして山本小鉄さんと握